ジョンデー・ホリス・ジェファーソンはアメリカ合衆国ペンシルバニア州チェスター出身のプロバスケットボール選手 NBA のポートランドトレイルブレイザーズに所属しているポジションはスモールフォワードアリゾナ大学でのホリス・ジェファーソンペンシルバニア州のチェスター高校時代の2013年にマクドナルドオールアメリカンゲームに出場しアリゾナ大学で チームメイトとなるアーロン・ゴードンと共にプレー。さらに同年のジョーダン・ブランドクラシックでは、ジュリアス・ランドルと共にプレーするなど、全米級の逸材として注目された、ホリス・ジェファーソンは、フロリダ大学、シラキュース大学、メンフィス大学、テンプル大学などの誘いを受ける中で、最終的にアリゾナ大学に進学。一年生の2013から14シーズンはパック -12 の、 フレッシュマンチームに選出。翌2014から15シーズンはパックマイナス -12 のファーストチームとディフェンスチームに選出されるなど、同大学の主力として活躍した。2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。23位でポートランドトレールブレイザーズから指名された後、ブルックリンネッツとの間でメイソン・プラムリーを中心とした大型トレードが成立し、ネッツで NBA 生活がスタートした。守備職人として期待されたホリース・ジェファーソンだったが、2015年12月に右足首に骨折。3ヶ月の欠場を強いられるなど波に乗れず、2015から16、シーズンは29試合の出場で平均5.8得点に止まった。ポートランドトレイルブレイザーズ2021年4月8日、ホリース・ジェファーソンは、 ポートランドトレイルブレザーズと10日間契約を結んだ。同年4月18日、2度目の10日間契約を結び、10日後にはシーズン終了までの本契約を結んだ。主にジェファーソンはフォワードでプレイしている。ディフェンスが得意であり、運動能力と 216cm のウィングスパンを活かして、パワーフォワードの選手相手にも守備することができる。ありがとうございます。